2014年ソチオリンピックの日本選手団は2014年2月7日から2月23日までの日程で開催された2014年ソチオリンピック日本選手団。選手名及び所属は開催終了時点。総メダル獲得数は自国開催の長野大会に次ぐ発行を記録した。日本国外開催の冬季五輪としては過去最多のメダル獲得個数となった。 さらに長野オリンピックから4大会ぶりに金、銀、銅メダルのすべてを獲得した。8個中7個は過去に大会獲得がなかった雪上競技が占めており、競技別ではノルディック複合が5大会ぶり、スキージャンプが4大会ぶりと長年メダルから遠ざかっていた競技での活躍が目立ち、スノーボード競技では初獲得となった。一方、過去最多のメダルを獲得している。 スピードスケートは2大会ぶりにメダルなしに終わった。平野が冬季五輪日本人最年少メダル記録、河西が冬季五輪日本人最年長メダル記録、ハブがフィギュアスケート男子日本初の金メダルを獲得などと、個人でも記録的なメダルが多い大会となった。ハブ、平野、平岡、清水、小野塚はいずれも五輪初出場でのメダル獲得。 アルペンスキークロスカントリースキースキージャンプノルディック複合フリースタイルスキースノーボードスピードスケートショートトラックスピードスケートフィギュアスケート SP で5位以内に入り上位5カ国によるフリープログラムに進出ボブスレー上位20チームが4回目に進出スケルトン日本からは女子のみが3カリードとまべセカンド吉田サード船山ホース小笠原 リザーブ、小野寺八エンドギブアップリードとまべセカンド、吉田。サード、船山。ホース、小笠原。リザーブ、小野寺リードとまべセカンド、吉田。サード、船山。ホース、小笠原。リザーブ、小野寺リード、吉田。セカンド、小野寺。サード、船山。ホース、小笠原。リザーブ、とまべち7エンドギブアップリード、吉田。セカンド、小野寺。サード、船山。ホース、小笠原。リザーブ、とまべちリード、とまべち。 セカンド・オノデラ、サード・フナヤマ、フォース・オガサワラ、リザーブ、吉田延長11エンドリードとマベチセカンド・吉田、サード・フナヤマ、フォース・オガサワラ、リザーブ・オノデラ10エンド途中ギブアップリードとマベチセカンド・吉田、サード・フナヤマ、フォース・オガサワラ、リザーブ・オノデラ10エンド途中ギブアップリードとマベチセカンド・吉田、サード・フナヤマ、フォース・オガサワラ、 リザーブオノデラソチオリンピック開会式の各国選手入場更新はロシア語のアルファベット順で行われたが、日本のロシア語表記 R は IOC 加盟国の中で最も後に位置する表記であり、オリンピック史上初めて日本が開催国の一つ前に更新した。ありがとうございます。